こんばんは、おばちゃんです。中央系のね、なんかラーメン屋さんクラッシュしちゃったらしいのよ。で、これ何、野菜が肉あ、立川マシマシ。これあのね、立川さんね、たまにおかしくなるよ。でもおばちゃん好きなのよね、そのね、ぶっ壊れたところがね、たまらないのよ。ネジが5、6本抜けちゃうときあんのよ。え？これが、何？ちょっと、何？肉増し？で、野菜増し増しみたいにできるってことでしょ？で、肉増しの、わお！わお！いや、もう、一週間も臭くなるわ。こんなにお肉食べると。ねえ？ネジが5、6本抜けちゃってるでしょ？でもね、立川さん、ここまでね、突き抜けてると、たまらないわね。おばちゃん大好きなのよ。それでね、立川マシマシってね、ちょっとおかしいところが、あれだと思うのよね。ヘルシーメニューあんのよ。こんなことしといて。ごめんなさい。どの面下げて、そんなことしよんねんってことすんのよ。うん、豆腐に変えられんの、麺を。前に食べに行った時にさ、なんか、綺麗なお姉ちゃんがさ、ふっと入ってきてさ、あ、すみません、お肉なくして、できるだけさっぱりしたスープで、そして麺を豆腐にお願いいたします、つって、なんか、ケツ振りながら入ってきてさ、いや、立川さんもいるし、どんなにしてもブリじゃねえと思ったのよ、おばちゃん、汚れ見てて。それでも、あ、美味しいわね、みたいな感じでさ、ニコニコでして食べて。で、またケツ振りながら、ごちそうさまでしたって、フリフリフリって出てったお姉ちゃんいたのよ。いや、ぶっ飛んでんなと思って。立川マシマシのね、食べに来るお客さんもぶっ飛んでんのよ。なんて言うんだろう、店入った時にこの熱気がたまんないわよね。でもおばちゃんも、ちょっとケツフリフリして歩きたい。どうすればケツでかくなるんだろう、あんなに。ちょっとなに、絶対後ろから見てんでしょ、わかってんだからっていうぐらい、ふり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 、振りながら歩いてみたいわ。今年の夏とか、なんていうの、ちょっと、半ケツ出るぐらいの、なんていうの、破れたチーパン、半ズボンかなんか履いて、ふりふりふりって歩いてみたいわ。私を物にしたいなら、もっと、つびびとくる、相談をよこしてみなさいよ。男なら、それぐらいできなくて、どうするの？そんなんじゃファンコは乾いたままよ。全然乾いたままなんだからね。東京市クラブでは、皆様のご相談をお待ちしております。ところでよく、ある相談が来るんだけど、数字の4にねという書き込みがあるのね。あれって、どういう意味かしら？